はい、こんにちは、くんです。ということで、皆さん、52クラフト2期覚えてますか ?2 期のワールドがなんとできました!え?どここれ?あ、これは!ここ覚えてる!ミソスが直した、ミソス!これ面談室じゃん!ここにみんな並んで、ここに、こうやって。面談室だ!懐かしい!そう、それ!ということで、今回52クラフト2期の世界を散歩して、いろいろ見ていきたいと裁判所です。思います。うわー、あれなんかちょっと復興してる?もしかして。あれなんか、爆発した前だね、これ。大破壊前だね、これ多分。例の破壊が行われる前じゃない?これ。かなり前。爆破後は岩盤までえぐれたんで、ここじゃないっすね。うわ。言ってら。注意、嵐ネタは著名がやって初めて面白いものです。地下国民の許可なく立ち入るべからず、殺します。あ、ザグーいた。うわー、あった。あのさ、ここさ、荒らしたよね、この水の中頑張って。これ覚えてる、この水倉庫。小太郎の水倉庫、これあったよな。なんかこれだと荒らせない、 TLT で荒らせないみたいな話だったんだけど、無理やり荒らすみたいな。うわあ、さ、ガンダムのネタあったよね。ガンダムネタみたいな。くんさんおめでとう。なんだこれ、懐かしいな、これ。ナイーブ。うわー、ナイーブくん。あの子、ガンエボーとかすげえ好きそうだけどな。サバにいる人が半分ぐらいが当時いない人で構成されてるから違和感ある。確かに。もう半分ぐらいしかいないよ、当時の人は。あ、チュッパのやつどこ?あ、なくなってる。チュッパのやつない。ここら辺だったのに、チュッパのやつ。ここら辺じゃない?これか、チュッパ?チュッパのこれじゃない?あるじゃん。チュッパのこれでしょ?あ、なんか改良前だ、これ。作る前だ、これ。チュッパここにあったんだよ。ここにあったよね、チュッパの。ここかな?チュッパの、あの、クソつまんねえ水族館とかやつ。あの、クソつまんないけど、本末に爆破してなんとかネタにしてもらえたみたいな。フグショー。あ、多分ここだ。なんとかしてくれたんだ、ファマスが、確か。うわぁ。ちょっと待って。あのさ、世界政府の生存率高いよね。表広場にある顔全員いなくて。世界政府、生存率バコンと高くない?粒が石。配信内でも外でもアトラス領内立ち入り禁止。アトラス領内どころか50人クラフトに立ち入り禁止になりました。凡婚、夏、鉄たぬき、出来横、アッシー、陰キャ、ニセファマス。ニセは谷系ぐらいいなくなってんの。あと、マーズ谷系ぐらいじゃない?多分いないのって。マーズでもコマンドだもんな。あいつ何もしてないで。うわぁ、懐かしいなこの辺。こう、かくれんぼしたよね。かくれんぼ楽しかったな。やばい位置に隠れてたの覚えてる?あの、せんやくんがさ、ここに隠れてたの覚えてるよ。この、これ。これ使ってたの。ここにこう、隠れてたの。鼻カマキリみたいになってたやつ。やべ。小太郎が足はみ出たり、のじゃが白かったり。やべ、懐かしすぎる。え、なんかさ、ディーディーいた感じしない?なんかここに。なんかディーディーいた気がするな、なんか。なんでだろう。なんかここにディーディーがいたような気がする。なんか、そんなはずはないんだけど、なんかいた感じするよね、なんか。なんか、あれ、え、いたよな、みたいな感じになってる。なんかディーディーいそう。なんかちょっとアトラス組立って、ディーディー混じったらなんか溶け込めそうな感じがする。あとは、終末時計。たい焼き組の生存率高い。たい焼きもいる。あ、確かに、たい焼き組も、まあまあ生存してるか。確かに。くん、おい。あ。これは。旧メンバー、社員のお家、蜂蜜エレベーター、おさー、フェイクボックス。K908i 麦グーチョコ。誰か書いてない。オパイチの部屋。ネギ69氏は永久に立ち入りをご遠慮願います。入るな。MC 豊氏は永久に立ち入りをご遠慮願います。入るな。だってオパイチ、なん
かおぱいちこういうところあるよな。おぱいちっぽいね。この頃からちゃんとおぱいちさんで感動した。なんかおぱいちっぽいね、なんかあの日本語の感じが。ここん、まさか朝日昆布。これより先ビキエト連邦。あっ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 、ビキエト連邦とはビッキーが辞めることになったあの引き金を、あっあっあっ出ちゃった。ああこれです。はい、これが行われました。アッシーがこれをして、うわーうわー、よみがえる記憶、記憶がよみがえる。これはひどい、忌まわしい記憶が。あのさ、このロケットみたいなのって誰だっけ作ったの。小屋優吾かニャンドル。あーうわー出た、空豆ハウス。うわーこの辺が、あ勝手に入るな、物を盗むな、コウタンハウス。コウタンとイモムシの家くっついてたんだよ。当時はコウイモとかネタにしてたな。懐かす。なんだこれ なんでこれ嵐が起きた状態でこれサバが止まってんだこれ。確かダミトモくんだっけこれ作ったの。ダミトモくんが無限に作れなかったんだよね。カンタスケだっけ。エビフライの無人野菜販売所くん、ここ。待て、先ゴリラビ、いやゴリラビは後回しにして先イケコにしよっと。あ球場ね、これ中良くんの球場だ。懐かしい球場。もうちょっと球場何かに使えたよな、これこんな大規模に作ったのに。何かに使ってあげればよかったな、もう少し。はい、ブルルルルビット。闇地の服着てる。うわー懐かしい。関係者以外立ち入り禁止。あヒップホップバトルのところ、クソ懐い。あの上のVIP席から見てたの好き、かきたまが。努力し受かった私立校、能力不足でそう不登校。同じネタ繰り返すな、認知症まるで小泉進次郎。自分以外全てが敵タグ、アホ動画の生贄や No more。 くんさん、これ誰だかわかる？え、誰だろうね。エビフライでしょ？ん？ん？あ、鈴木姉さんだよね。ラーバフロックか。ん？誰だろうな、真っ白のスキンか。ヘルスカかな、ヘルスカかな。ヘルスカだな。すべての出会いに鍵や。ヘルスカくん。ヘルスカくん。くんさん来て、ディーディー。ん？何これ？え、なんだっけ？え、これ何？天下一武道会作成中。え、なんだっけこれ。え、これなんか作ってないよね、でもこれ。それ僕作ってたやつ。あ、なんかやる気だったんだ。動画になってない。それベノムさんに飛んでる。あ、違うやつか。ごめん。DD に飛んでない。あ、これは、アクシロ天満宮じゃなくて、なんだっけ。アクシロ天満宮は建国だ。シージ。レインボーシックスシージ。シーデラ。いや、そう、ファマスここにいたんだよ。で、当時は、なんかこう、ヘイトを下げるために、わざと不遇な扱いみたいなのを動画上で演出するために、なんかこんな感じでやってたはず。敵地隔離みたいな。まあ、今思えば無視でよかったなって気がするけど、ヘイト下げるとかせずに。勝手に暴れさせとけばよかった。今思えば過剰な対応だったような気がする。時代が違ったね。これさ、このスターウォーズのさ、スターデストロイヤー、アマゾンってやつが作ったんよ。で、怒られたんだよ。お前なんでこんなん作ったのみたいな。なんか急に意味もなくスターデストロイヤー作ったから怒られてた。はい、ここ覚えてますか皆さん。龍源さんです。龍源くん。龍源ハウス。いやー、龍源は逸材だったなー。上に行ったからなー。上に行くっていうのの言葉も龍源だったしなー。で、メスガキハウス。あ、なんかビビットいるのなんかしっくりくる。ビビットいそう。なんかビビットっぽい。お前。お前なんかいそう。メスガキハウスに。ネギを彷彿させるし。闇地いそう。うわ、夏いなー。
武器屋ある。え、うわぁ、武器屋だ。武器屋が、あ、ボコボコにされてる。いやでもね、武器職人ね、本当は今年帰ってくるはずだったんだけど、今年っていうか、なんかまあ6ヶ月ぐらい前に帰ってくるはずだったんだけど、帰ってくるのが伸びちゃって、浪人して敗北してまあ今度こそ、今年こそ多分終わると思うんで、多分まあ何ヶ月かしたら帰ってくるかな。キリト帰ってこねえかな。キリト面白かったよな、ちょっと。最初はなんか、はみたいな感じだったけど、なんか、ちょっと面白かったよ。リアルさらしの先駆けみたいなことしてたしな。スラム街。うわぁ。ちゃんとこれ地下があったんだよ、確か。ポタロー帝国のものになりました。もう絡んでくるな、バイカキカマ。え、なんか切れてる、切れてる、カキカマ、なんか。なんか怒ってるよ、カキカマ。もう絡んでくるな、バイカキカマ。なんか切れてる、切れてる。ぶち切れてる、なんか。それ、クンさん書いてなかったっけ？あ、そうだっけ？あ、俺が仲違いさせようとして俺が書いたやつだ。姫の作ったチョコで欲しゅー、もう絡んでくるな、バイカキカマ。何言ってまだ残ってたんだ。くんさん、この壁誰が作ったか知ってますか？え、この壁、え、わかんない、誰が作ったのこれ。アモモ、あマリオか。え、地下街みたいなのあったよね。あれってまだできてなかったのかな、この時には。ちょっと前のデータなんだよね、これ多分。なんか地下街みたいのがあって、あー、あるあるある、地下街の元みたいのがあるわ。西行八百屋。なんかさ、アモモと西行ってさ、なんか別にマリオとルイージにするほどのものでもなかったのかもしれないね。そうだよ、なんかアモモと西行はアモモと西行でよかったのでは。時代時代。いやまあでも、ブローを作り出したっていう功績はまああるけど、結果論だよな。でもうーわー、広いなー。時系列的に完全にクンさんいたずら直後。あー、俺がサバに入っていろいろやるときぐらいか。多分ワドが2期にいたらマリオスキンになってた。あー、確かになってそうな気がする。おーおー、なんだそれ。クンさん来て。え、なんでフィンランドあんの？え、なんかフィンみたいなのがあるよ、なんか。どうして、あれ、なぜかフィンがある。予言されていた、フィンのタイムパラドックス。あ、じゃあこの建物もあったよな、このなんかおしゃれ建物みたいなやつ。なんだっけこれ、誰が作ったんだっけな。ファマスが作ったんだっけ。三角形はマーズビル。どうした、ゴッドコーター。うわー、あったこれ、知ってる、夏い夏い。これこの時 N 校でずっとネタ考えてた。なんかさ、これさ、盗賊ギルドだよね、これ。ハイハトの。ハイハト盗賊団の。ゴムハムも入ってたんだよな。ゴムハムもなんかいなくなっちゃったよな。ゴムハムはなんかもう、なんか飽きていなくなった感じだよね、完全に。またここでフルーツバスケ、あー、フルーツバスケットだ。あ、そうだ、寝てたんだ、初期は。初期は座りがないから寝てた。確かに夜やってた、わざわざ。わざわざ夜やってたんだよ。うわー、夏い。え、でもこの学校、今ハブが学校だもんね、もう。なんか、系譜は組んでるよね、これの。なんか、流れは。ハブ学校状態だし。この戦艦はタブラ作？あー、でもアトラス領に近くないか、別に。タブラじゃない？多分タブラだと思う。うわー、懐かしいなー、なんか。うわーって感じ。あのさ、この上でさ、陰キャ転生がさ、三島由紀夫のパロディやったの俺覚えてる。あれ、誰も拾えなかったやつ。聞け、男一匹が何とかしてるんだぞみたいなやつ。あの、陰キャやめろ、それもう分かった俺。あの、陰キャやめろ。これ50人くらいと見てるやつで、何人がそれ分かる、それ三島って。早く降りろ、何言ってるか聞こえねえぞ。誰も分かんないから。これよくこのネタやんなと思ったけど、動画見てれば、いや動画見て分かる人はよっぽどだよ。てか、ネザーとかってなんか、変わったことやってたっけこのサーバーって。え、別に何もやってねえ。じゃあ、ネザーは多分これあれだ。生成してないや。大人の街に行く道があった。何大人の街ってなんだ。え、なんかあれじゃなかった、なんかバチカンじゃなかった ?2 期は。バチカン、バチカン。バチカンだよ。2期にあったのはバチカンですね。バチカンはちなみに徒歩です。あー、あったバチカン。アッシーのキャラ付けをするために生まれたやつ。アッシーをどうにかしてキャラ付けしようとして頑張ってバチカンっていうのを存在を無理やり作った。
それでもアッシーはキャラ付けされなかった。アッシーがキャラ付けされるのはその1年半後、滑舌が異様に悪いっていうことが判明してからな気がする。確か判明した後でもあまりキャラ付けされなくて、その後にこうヒャナヒャナってやつができてからようやくちょっとマシになった。あの陰キャ転生のおかげ、最近だよもうアッシー、陰キャ転生のおかげ、完全にアッシーに関してはもう陰キャ転生が引っ張ってなんとかしたって感じ。あとあれトゥーダウンってやつ、陰キャ転生すらもドン引きしたエピソード。解説すると、スカイツリーに世界政府のみんなで遊びに行って、荷物検査がランダムで行われるから、あれ2人荷物検査引っかかって、アッシーが普通になんかトゥーダウンとかって言って急に言い出して、あやっぱオタクでキモいんだって思ったっていう。もう誰の拠点だっけ、クガタです。クガタの復讐みたいなやつだったはず。そう、強制 TP されてなんかめちゃくちゃヘイト溜まったやつ。確かただでさえなんかなんやかんやでヘイト溜まってたのに、なんかみんなのヘイト大爆発みたいになったんだよ。なんかクガタが強制的に TP してみんなぶっ殺して、でそれでなんか全員で襲撃して復讐しに行ったんだ。復讐を復讐したんだ確か。この場所からシーズン1の世界に行けるの？え、行けないんじゃね？あ、行けるのかも。あ、そうだ、ワールド同じだから行けるのか別に。え、これ行ったら壊れるかなサーバー。確か00に近いところだよね、一期のサーバーって。まあちょっと行ってみるか、俺行ってくるわ。ちょっと、あー壊れそう。あ、多分壊れてる、これポテチと俺が壊れた。あー壊れたね、これ2ダウン、これこそ2ダウンだろ。あー、いや確か奈落にしちゃったのかな、確かこれ全部なしの奈落にしちゃったのか。ここには保存、でも別のところで保存はされてるけど、ここには保存してないってオチじゃないかな。重いからこの周囲だけにしたみたいな感じの経緯があったような気がする。うわー夏いなー、浸れるね。このワールドのシート地って公開しないの？あー、うちは公開したことないね、ワールドは。もうそれはしないでいいかなみたいな。これ煉獄じゃね、ここ覚えてる、これ煉獄、煉獄が行われるところ、テスタ抜きの。これ北センチネル、あーそうここ北センチネル、ここ。え、当時から創価学会ってネタになってたっけ？誰もいない。あのユードン、一応ユードンいるよ今も。だから誰もいないって言ってるけど、ユードン別に今はいないけど、ユードンいるからね別に。だからユードンいない、亡き者にされてない、なんか。いるからね一応ユードンくん。ここ確かユードンの北センチネルハウスだよね。拠点の地下のどこかにレールがあって、その先にスタジオゴドンの場所があるらしい。え、まだあるの場所、あ、まだあるは甲状腺サーバーか。あのさ、俺これ覚えてる。ここはノルノル選手権みたいなのやった覚えてる。全員ノルノルのスキン着てきて、なんかノルノルのいいスキンみたいなの。ノルノルスキン選手権。意外と擦られてないんだよね。一人のスキンをなんかアレンジするみたいな選手権。面白かったのに、意外と擦られてないから、また今度しましょう。今度やりますか？麦選手権とかで。いや、再生数は取りたいからちょっとそれは無理かも。なんか、建築組って当時何もしないってすげえ批判されてたよね。サーバーにいて生きがってるだけで何もしてないみたいな感じですげえ批判されてたの覚えてる。今は建築勢の立場めちゃくちゃあるけど、そのクリエで物作るとかいう企画とか、みんなで建築で作ろうとかいうのが多いから、建築勢の立場めちゃくちゃあるけど、今は、当時は建築勢メタ全くないって感じする。暇人のトラップドアって人気、いやドラクラ、それはドラゴンクラフトです。確か区画が小さくてみんなやる気なくした。結構小さかったんだっけこの辺で。区画割り当てみたいなのやったよね。ちなみにこれアボボ発案だったと思う確か。で俺が考えたことにした、アボボが言い出して、でそれと似たようなことを言ってる参加勢がいたから、それを拾って俺が採用したっぽくしたはず確か。もうええなと思って、同じことを参加勢が言ってたから、よしお前それだ、俺はそれを採用するみたいな感じで、アボボの功績を奪った俺が。僕ですね言ったの。いや違うくない、陰キャ転生言ったか、誰だっけ言ったの。アローネらしい、アローネだっけ、オパイチあたりじゃない、あー確かそうだった気がするな。え、多分当時のマイクラ雑談とかで多分検証可能かなって気がする。グループ分けし狭く密集しようって、あ、そう、インド帝国がまずいって発想だ、あれがまずあったんだよね。で、あとキャラ付けができてないみたいな、キャラ付けができないからグループ分けしてみたいな。でも今ってさ、結局それって継承されてるよね結構。
ディスコードでグループ分けみたいなのが行われてるじゃん、結局田辺サバとかなんか世界政府とか無名の光とかなんか絶妙にグループ分けみたいなのが行われてるから、まだグループに入れてないあのゴリラビみたいな子もいるけど、入ってないか入れてないじゃなくてゴリラビみたいな子もいるけど、まあ、別になんか基本的にグループ分けされてるみたいな。入ってないじゃなくて入らないんです。あー選択してね。なるほど。うわ知ってる、このアトラス領のこの旗、この旗覚えてる俺。あったあった。じゃあアトラスっていうゲームで旗を置いて領地を確保するシステムなのよ、アトラスってゲームがそもそも。だから旗を置いてるっていう起源がある。パチンコだ、パチンコある。あすごいな。何 ADHD ってラベルのついたチェスト、何なのこれ。適当に突っ込みようか。鉄ブロックアトラスへ返却しました鈴木。あー姉さんが建てたんだこれ。うわーすげえ懐かしいな。てかさ筋肉ビルってさパチンコ屋になった後だよね多分。これだよね筋肉ビルって、このなんか事務所みたいになっちゃったんだよね確か。筋肉ビルが更地になって事務所になったみたいな。一回爆破とかされて事務所パチンコ。警察誰やってたっけ。フレンでやってくれ、今誰も言ってなかったんだから。フレンでやれ警察署。おい長月、警察ネタあったよな。俺が2期のパート3だか2だかで警察ネタでなんとかキャラ付けさせよう長月千夜先駆けようって思ったけど一切生きなかったあれ。警察1人は消え1人は汚職。もうみんないない。で、あと警察と昆布が癒着してて下に朝日昆布があるみたいなネタがあったはず。ネタやらなすぎて秒で放置したそれ。炙り縁側ハウス制作鈴木。もう炙り縁側って言葉がもう誰も覚えてない参加者だと思う。炙り縁側さん懐かしいな。各所に筋肉組が略奪した物資を謝りながら返却してる姉さんの看板がある。謝りながら返却。ホテル蝶の前。あー夏井、これ誰が作ったんだっけこれ、このホテル。マジ覚えてない。キリトとかモハムとかか。プーさん、スペックでこう来て。ん正直迷惑です、アボボタンに。もう入ってくるな、イモムシ。あ、そう、俺が喧嘩させるために、俺がわざと設置したのよ。アボボのこれ農場で、ここドアがあったんだけど埋めて、お互いがこう喧嘩するように仕向けた俺が。ほら、アボボのこれあれじゃん。仲違いさせようぜ。こっちは、もう入ってくるな、イモムシ。で、こっちは、正直迷惑です、アボボタニ。よしよし、これ仲違いさせようぜ。ひでえな、本当に焦った。いや、焦るだろうな、これは。これは焦るだろうな。この迷惑ですとかいう看板つけられちゃったみたいな。なんかやったかなみたいな。これってネタバラシあったの？いや別に今かな、今ネタバラシかな多分。いやまあなんか配信の中でなんかちょろっとあーそれ俺だよとかってなんか言ったような気がするし、しないような気もする。全部は言ってないかも。うわー GM9 ダイヤ MS なんで MS の墓あんの。なんで MS がなんか祀られてんのここ。あ、95は死んだ。あー、確かに。Welcome to Underground Central Dogma アボボ作成中。アボボ地下菜園。小太郎帝国本拠地。荒らされたくないから高台の壁にチェストを保管して埋めてた。真の本拠地はここだったんだ。ここが真の本拠地。上のは、あれ、デコイだったんだ。あ、これみんなで病院作るって言ってすげえ中途半端で終わったやつ。失敗したやつこれ。みんなで病院作るって言って。資材持ち寄ったはいいけど何もできんみたいな。みんなやる気なしみたいになって、ゴミみたいな病院ができたやつ。これ覚えてるこれ。なんでだっけ、なんか資源持ってこなかったんだっけ誰もあんまり。なんでみんなで作ろうとしてできなかったんだっけこれ。ここ全部勝手に解体して闇地の資材にした。みんなで一つのものを作るより全部一人に任せるが最適解なのが証明されてしまった回。確かに証明されちまったな。夏いな、いろいろと。ここで定点配信してる人多かった。あーあったな、定点配信の文化。定点配信文化あったくない。
なんかもう今はもう定点配信する文化が許されなくなったから、なんか当時は牧歌的だったな。サバイバルがないからね。てか、なんかハブサバなんか定点配信しても何も面白くないから、正直ハブサバを定点配信してもなんか何も起きないね。静止画、静止画。ちょっとトイレ行ってくれ。はいはい。うおーおー、いたわいたわ。うわー、ユテラの小屋、ユテラのボロ小屋だ。結局保健室使われなかったな。結局保健室一切使われなかったね。そういえば保健室って名前だった。チルノ君来て。チルノさん、さっき見た、ありがとう。チルノありがとう。お前は2期からずっと変わらずいてくれてありがとう。チルノ健康クラフトからずっとだよな。チルノ変わらないもの、変わったもの、いろいろあるが、チルノは前者だ。ずっと2年間ここで待っていた。自分の姿を見せたかったチルノさん。暇人ってこの頃何してたの？いや、何もしてないんじゃない？ていうか友達もいないし、走り回ってるだけだと思う。田辺みたいな感じで、多分今の友達のいない田辺みたいな感じでしょ、もうもはや。え、ずっと走ってるだけで何もしてない、多分。いや、なんか建築勢だと思われてて、仕事してると思われてるみたいな、何もないって感じだと思う、確か。あ、これ覚えてる、スタジオのじゃじゃだ、ここ。これ覚えてる、これスタジオのじゃじゃ。夏、ゴードンさん、次はドラクラのサーバーでも見たいね。ドラクラのサーバーも面白そうだよね。ドラゴンクラフトまたやりたいよな、あれ面白いモッドだったから。アブデレドラゴン追加されてたし、ドラゴンクラフトのさ、モッドとさ、銃モッド一緒に入れてさ、あの銃でドラゴン狩りするとか多分できますよ。ドラゾンへの逆襲をするみたいな、象牙ハンターみたいにドラゴン狩りまくるみたいな、面白いよな。なんか誰かがさ、生きがって連れてきたドラゴンをみんなでさ、マシンガン叩き落とすの、めっちゃ面白くない？絶対面白いっしょ。よし、まあまた新しい歴史ができるでしょう。じじ。